本番後化粧をしている上山アナウンサー。いや気持ちいいですこの温かいタオルもうこれオンエア終わった後のこう一服ですね。さっぱりする。まあ憩いのひととき。あ、そうなの、はい、さて、なんか夏っぽくなってきましたね、はい、7月に入って。夏にやりたいことって前聞きましたけど、そうですね、筋トレをして、ね、細マッチョになると。あ、そうだ、はい、なってますか。今2日に1回ちゃんと筋トレやってますよ。腕立て伏せしたり継続中ですね。腹筋したり、はい。松下さんは私は料理をちょっとでも上手になりたいという話です。そしてんちょっとだけやってます。あ、最近作ったのは一番最近作ったのは生姜焼きです。あ、すごい。美味しくできました。はい。え、すごいすごい。もう生姜焼きできればもう OK、ね、うん、あ、そうなんですね、うんうん、ちょっと料理しないの分かんないですけど、うん、はい。最後に松岡さん。私は、泳げないので泳げるようになりたいって話だったんです、はい。先週も土日って息子とプール行ったんですけど、はい、うん、やっぱり泳げないですね、進まないんですよ。どうやなんでみんなこう足の力と手だけで進むんですか。不思議。確かにそう言われると分かんないですけど、でもまあこれまで その学校で体育の授業などで教えてもらったことをちゃんとやれば泳げるんじゃないですか。進まないんだよね。そしたら今息子が4つなんですけど、はい、息子もこう浮き輪をつけながらこうやってやってるんですけど、はい、全く進めない。あら、じゃあ2人でちょっとトレーナーを。いいね、いいね。いや厳しい夏になりそうです。それでは。